有効でしたね。まあ、この試合巧者のジャンプを鶴田だけに、おっと今度は関節、関節スリーパーですね。スリーパー、変形スリーパー、腕を巻き込んでのスリーパーですね。さあ、鶴田これ好きだった、さっきの崩壊した。さあ、さすがやはり両選手ともこのアマレスの出身、グラウンドにかけている、そして関節にかけている。さあ、締め上げます。決まりがどうでしょう。これはいい形で決まってきますね。そうですか、まあ、速攻で絡みつかけても多くのレスラーはこのジャンボ鶴田を崩しきれませんでした。奇襲攻撃、やはりジャンボのペースを崩したい、そのウィリアムス作戦バッチリと合っています。さあ、ジャンボの、ね、左手の面も殺してますからね。これ鶴田どうしようもないわけですね。さあ、鶴田コールが起きているぞ。横浜文化体育館であります。やはりこのウィリアムスの執念、あの世界タッグウィリアムスが何回もカットをしてゴディの逆転回転エビ固めを呼び込みました。その防衛戦が来週金沢か、世界タッグ戦があります。その執念がこの三冠戦でも遺憾なく発揮されております。さあ、おっと、体を絞っても動きは軽い。オクラマスタンピードか、いわゆる牛の暴走、これを逆に返した。